今まで出会ったトップレベルのイケメンだったちはどんな人でしたか <laughs> あ、でも、テレビでいろんなイケメンと関わるじゃないですか。はい、イケメンはそんなに興味がない。うん、興味あんまないな。可愛い,い女の子とイケメンだとどっちが可愛い,い女の子のが、なんかあ、興味ある。参考にもなるじゃん。化粧こういう風なのやってるんだ、みたいな。とか、まあ、髪の毛とか。えー、<も>今までじゃあ、会ってみた中で、可愛かったランキングで言うと、どんな人が上位にあります あハンマ浜辺みなみちゃん、ハン辺みなみ。あー、なんかそういう名前の人がいるらしいということを最近知りましたけど、顔が分かりません。<laughs> ハンマン辺みなみがまだ1な本当に若い時にあって、それがすっごいもうなんか衝撃、めっちゃ綺麗だしい、でも、若いのにめっちゃ昔のアイドルみたいな可愛さがあるのそれが好き。明治検索したあー。 なんか雰囲気はわかりました。かわいいあの確かにあの美人だけど特徴を説明しづらい,い美人ですね。いいいい顔してる。あへー。